デッチとは、昇華に年季暴行する幼少のものを指す言葉。デッチとして働くことをデッチ暴行といった。職人の下では、徒弟、弟子、指定とも呼ばれる。江戸時代に特に多かった。明治時代以後は、いわゆる近代的な商業使用人となっていく。現代でも、一般社員が、自嘲的に、まだデッチですと比喩的に使うこともある。髪型言葉のデッチに対して、 江戸言葉では、小僧である。十歳前後で商店にデッチとして住み込んで、使い走りや雑役をし、デッチの中でも、経験年数によって新入りから、手代目前のものまでの上下関係がある。デッチの仕事は多岐にわたり、前述の他にくらいの品物の出し入れや力仕事が多く、住み込みのために、番頭や手代から、礼儀作法や商人としての、いろはを、 徹底的に叩き込まれる。また、入り口付近に立って、呼び込みや力仕事が主な仕事で、商品を扱うことはない。デッチ暴行のものは、店が当日の営業を終えたからといって、終わりではなく、遊刻閉店した後には、番頭や手平らから商人として、必須条件である読み書きやソロ版を教わった。縦には客からは、小僧さん、デッチドン、坊主などと呼ばれる。 その後、主人の裁量で手代となる。小僧から手代まで、おおむね十年である。手代はその字の通り、主人や番頭の手足となって働く。そして、番頭を任され主人の代理として、店向き差配や仕入れ方、追悼や、帳簿の整理、同業者の寄り合いへの出席など支配人としての、重要な業務を任されるようになる。番頭となるのは、おおむね三十歳前後であり、 支店を任されたり、のれん分けされ自分の焦点を持つことが許される。ただしそこに到達するまでは、厳しい競争に勝ち抜く必要があった。例えば、江戸期の三井家のデッチの場合、のれん分けまで到達できるのは300人に1人であった。そのためデッチになったものの生涯未婚率が高く、江戸後半に人口頭打ちとなった要因と言われている。そもそも農地拡大が、 限界に達して、長男以外は田畑を告げず、鉄地に出されたのが実情である。明治以降になると、化学肥料、品種改良、農薬などが発達し、戦後は食料輸入の増加によって養える人口が増えている。基本的には、主人と番頭を筆頭とした、土定制度であるが、手代に昇進すると給金が支払われ年期暴行の性格があった。 手代までは住み込みであるが番頭より上は自宅を構え家族を持つこともあった。デッチには給与はなく、衣食住が保障されたのみであった。お盆、暮れの年に会、小遣いややぶ入りの際の実家への手土産新しい衣服などが支給されることがあった。店主としては商売の教育を施して、飯を食わせるのであるから無給は当然であり、デッチとなるものにとっても、 商売の経験と将来的な独立への布石、また食い詰めた、貧乏からのデッチであれば少なくとも、飯が食えるというメリットはあった。この報酬体系から、デッチは、しばしばデッチ暴行、江戸言葉では小僧暴行と表される。奉公人の生涯は、デッチから始まり、番頭になるまで一つ、商店一人主人の下で行われると考えがちで、あるが、奉公が絵は、 頻繁に行われ、特に優秀な手代は大棚へ移ることで、給金や賞金が増えることからしばしば行われたようである。大見商人の場合は、長年勤めた奉公人よりも中途採用の者のが上の会食につくこともあり、能力主義が特徴であった。鉄地の数は江戸時代に最も多く、明治維新以降には、次第に近代的な商業使用人へと転換されていった。 しかし、デッチの名残が残っている、飲食店、また美容室の美容師などは、低賃金、長時間労働といったブラック企業が多く、デッチに近いと言える。1928年3月13日、東京神田の岩礁道少年店員に42人、デッチ暴行制度に行して葬儀して、殴ること、名前に、ドンをつけること、玄米食、積立金に反対し、 月3回休みなどを要求した。その後は昇華を題材とした古典落語や花と箱の作品あるいはそのパロディとしての吉本新喜劇のコメディを通じて伝えられる存在となった。特にテレビ放送創世期に放送された番頭は本当デッチドンが人気を博し、当時はデッチ小僧の制度が消滅していたことも関連して、 このような方向人を指す言葉としてデッチが全国的に通用するようになった。また、商店街などが地域活性化と職業への理解を深めてもらうため、中高生に業務を体験してもらうイベントをデッチ体験と呼ぶケースがある。AB、世界大百科事典、デッチの項目採用に至るまでは紹介者の集会や保証人による保証が必要とされ、大商店のデッチになることは、 狭き門であった。江戸東京博物館展示資料より、このボンクレの小遣いゼニの支給は、現代の日本の給与体系に見られる、ボーナスの源流とも言われる。美容師免許を取れたからといって、一人前ではなく、カットに携われる、スタイリストの前に、アシスタントそして、中間生と昇格しなければならない、東京朝日新聞。ありがとうございます。